続いてのニュース参りましょう。続いてのニュースはこちら。お腹の中から50センチのうなぎ。中国の54歳の男性が激しい腹痛に襲われ病院を訪れたところ、うん、腹部に50センチほどのうなぎがいたことが確認されました。摘出手術で取り出されたうなぎはすでに死んでいたものの、体表面のぬめりは残っており腐食もなかったそうです。この男性は川で入浴する習慣があり、その時に肛門から侵入したものと推測されています。これはもう、すごいな。いや、これはもう優しいニュースだな。だってはっきりしたこと言わないのだって。そりゃそう。いやこれは私有吉も、はい、多くのゲスナーたちも、はい、一言じゃない。これ肛門から侵入するうなぎが、これはちょっともう我々はね、ちょっともう、はい、笑えないですよ。笑えませんか。まあでも笑えないけど、まあ自分がそうなった時もまあこういう報道の仕方をしてくれるんだなっていう、まあ安心感もありますけどね。もうはっきりそのうなぎを肛門に挿入して遊んでおりと書かれなくてよかったなと。我々はもうやばい。もう我々はそうですから、もう我々これもう日常茶飯事です。50はダメだね。もうちょっとやっぱり細身のもので遊ばないと。50すごいですね。いやでもこれ入浴してたからっていうことです。理由的にはね、それで入っちゃうんですね。で気づかなかったという。いやそれ何回その振り返すの、それを。だから遊んでたんだって、いや50センチのなぎって長さがでしょ。そうですね。太さはどれぐらいなんだろう。まあでもまあある程度、まあまあ、まあ、まあいわゆるある程度のうなぎのサイズだろうな、はい、どうすっかな。いやそれ入んないと思う。いや難しいだろうな。すごいですね。柔らかいですよね、うなぎの柔らかさはね。結構すばしっこいんですよね、うなぎって。そうです、捕まえられないですよね。全然捕まえられない。生きてるのなかなか、すごい早いんですよね、あれね。ラジオネームラッコフェスティバル、はい、うなぎ怖いです。僕も今晩からうなぎ遊びやめようと思って。やっぱりな。そうだお前。いやそのな、やめる必要ねえけど、うん、ちょっと気をつけろよっていうこと。その一人でやんないってことだな。そのやっぱり、要救助者になった時すぐ助けてもらえるように、やっぱその専門家と専門家の監視のもと遊んだりとか、あプロの方のしてください。ラジオネーム岩里、中国のうなぎおじさんちょっとやりすぎましたね。うん、僕は土壌が限界です。そう、いやそうだ、それはだから難しいところなんだよな。だからな、それ土壌じゃもう本当にもう子供の遊びだからね。物足りないと。ね、でうなぎは難しいんだよな。だから、はあ、じゃあもうウツボになっちゃうと僕はもうでかいよ。これはもう殺し合いみたいなところあるからね。うなぎ、まあアナゴぐらいがいいんだよな。あでかいですね、アナゴもね。なんか、まあだから、いやだからあんまりその、いやこういうこと言っちゃうとまたうなぎ業界の人に怒られるんだけど、うなぎはケツに入れるのはちょっと危険。いやうなぎ業界の人怒らないと思うんですけどね。全然怒らないですよ、こちら。これはそうですよって言われて、逆に食べる方で。素人はまあちょっとバイブとかね、まあ、ディルドとかね、ちょっとまあそういうまあ大人の玩具で遊ぶ方がいいんじゃない。あんまりその自然なのじゃダメ。続いていこう。当たり前ですよね。ラジオの片口 FMC が、うなぎは危険ですか。いや確かに自然を舐めちゃいけないのはわかるんですが、男に生まれたからには一度電気うなぎと手合わせ願いたい。危ない危ない。なんかロマンの話になってしまい、すいません。ロマンの話になってねえわ。はっきり言っとくけど、はい、電気うなぎってお前らが想像してるように電気放電してくれねえから。ビリビリ来ない。ラジオネームアマゾンカルテット、よかった
もし俺が卒業証書の筒を肛門に入れて遊んでたら抜けなくなった時も思い出に浸って号泣してたらいつの間にか筒が腹の中に入ってたとほじてくれるのか。安心安心しないしない、やめてください。ザキコ FM 鹿児島、うん、うなぎは絶滅危惧種に認定されています。もしかしたら、うん、そういった遊びが原因なんです。違うから食ってんだよ。我々のこと悪く言うなよ。食ってる連中が悪いんだ、うなぎを。我々のこと、我々なんて、お前めちゃめちゃ、お前そんな殺したりしないんだよ。そうそう、一匹を大事に大事に何回も何回もみんなで使い回して。そっちが、それはうなぎが減ってんのは食ってる連中が悪いんだ。まあ、いかにしろ。我々のこと悪く言うな。そっち側の人になっちゃいましたね。なあ。ラジオネームタロチン、F サイン。母は看護師をしているのですが、ある日お尻にジャムの瓶が入ってしまった患者が来たらしいです。患者曰く、裸で大掃除をしていたらうっかり転んで瓶が。しまったらしいです。言い訳。あれさ、裸でお掃除大変なことになるんですね。いやこれは笑えないわ。やばいでしょ。いやマジやばいでしょ。だって一言じゃないもんね。いや俺もうマジで大量の毛を入れたりするから。え、毛、毛を入れる、怖いな。毛を入れる、どういう状況、毛を入れるって何ですか。え、はい、ちょっと分かんないですけどね。毛を入れる自ら、なんで聞くんですかそんなこと。いや、それ聞くでしょ。そんなすごい疑問なんだよ。いつらもうみんな分かってるから、これさっきからメール来てるように分かってるから、あれだろ、じゃあすぐ疑問を投げかけてくるけど、はい、もう分かってるから、もうゲスナーの連中みんな、あ、あるあるだから、毛を入れる、あるあるだから、あるあるネタ、そうです、はい、あるあるなってるところを、そう、あ、どういうことですかって言ったら、ああもう部外者がうるさいなってなるなってんのかな。毛がもう、毛を入れて遊ぶんだから我々は。毛を入れて、いやちょっと、もしそうやったら申し訳ないけどね。そうですね、うん、それは野暮でしたね。うん、皆さんやってんだ。そうだな、分かんないな、それは本当に。怖いな、これ瓶もな。だからジャムの瓶って結構ほんマジでかいからね。でかいですよ。あれ入れてんのか。いやそれあんま良くないぞお前ら。瓶はね、俺やっぱりこれ、いやお前らにうるさいやつだな、あいつはなんか常識人ぶってなんか世間体とかまた考えてんのかとかね、はい、世間からバッシングが怖いからまたそんなこと言ってんのかって言われるかもしれないけど、瓶、はい、うん、入れるなよ。それはそうですよ。いや本当そうだと思います。それは本当ね。入れるとこ違いますね。やっぱりシリコンとかな。あるから、その本当に危ないからね。そのプラスチックでも強化プラスチックみたいなもんだったらいいけど、あとだから鉄の棒みたいなもんだったらいいけどな、その瓶はダメだ絶対に。いやこれは別に世間からのバッシングが怖いとか、その不倫ダメとか、不倫ダメだろうとか、セクハラダメだろうと怒られたりとか、ケツに瓶入れるのダメだろって怒る人たち恐れて言ってんじゃないよ。いや同じ並列、お前らのことを思って本当に言ってっから、うなぎと瓶ちょっとやめねえか。ちょっとまあこれ我々にとってはちょっと大事なニュースなんで、これちょっと速報的にちょっと入れさせてもらいますけど、ラジオネームハンサムチンチン、はい、長野、やるさん大変です。過激なパフォーマンスで知られる電撃ネットワーク南部トラタさんによると、うなぎには穴を見つけると奥へ奥へと入り込んでいく習性があり、さらにうなぎには犬を一匹殺す毒があるそうです。ちなみに南部さんはそのこと知らず、うなぎを口に含むパフォーマンスをしていた頃なんか痺れるなぁと思っていたそうです。食いしん坊の穴をお持ちの皆さん、お食事の際には十分お気をつけください。だから、これあの生だとね、やっぱ生でうなぎな食べないっていうのは毒があるからなんだ、あれな。だから、それだけ気をつけないと。だからその口からだけじゃないからね。それはね、その両方の、量の、はい、量のお口から毒は入ってくるから、
だからそうなんだよ、我々はね、うなぎを守るためにもそのうなぎを殺したくないっていうのもあるから、どうしてもまあだからね、はい、我々はその、うん、うなぎにねそういうヒニング的なものをつけて使ってるけど、だから毒下の方から毒の予防にはなってると思うけど、うん、まあね、あ、まあ、なるべくやんない方がいいね。今日約束して、やっぱりみんなで約束しようよ。そうしましょうね。そのうなぎ、はい、ガラス、うん、ちょっと入れるのやめよう。やっぱ仲間失いたくないし、こんなことで、ね、でやっぱり今もう世間の目も結構厳しい、はっきり言って、うん、はい、うなぎをそういう行為に使ってたらもう本当に動物愛護の観点から言ってもう問題じゃないかとかね、うん、ある、うん、食べるのはいいのにそっちで食べるのダメなのかよみたいなこと言いたいけど、うん、まあ今寂しいけどそういう世の中だ、うん、やめよ、はい、な、うなずいてますかね皆さんね、うん、頼むな、うん、よし、じゃあちょっとすいません、速報的ななんか熱いメッセージみたいな感じでしたけどね。ラジオネームホバーハンド、アナルに入れたい魚について。いや福田、こんなの募集してないと思う。勝手にコーナーができてた、ね、できてた、うん、ね、あ、そう、じゃあしょうがないね、今日のテーマは、今日のテーマは、ね、アナルに入れたい魚についてそうなっちゃったんですかね。有吉さん、アマゾン川や南アメリカの熱帯地方に生息するカンディルという魚ご存知ですか。カンディルは全長が数センチほどしかなく、川に近づいた生物のありとあらゆる穴から侵入をし体内の臓器を食い尽くします。うわ。もしゲスナーの皆さんの中にカンディルをアナルに入れた方いましたら、今すぐ病院に向かって。危ない危ない。いやこれでもわかるな。あれ？ああ、わかる。いいな、カンディルな。カンディル。カンディルはでも、ま、その、はい、いや、だからその、カンディル入れるやつって、そっちの楽しみじゃないからね。おう、中派、そ、女で言う中派、外派みたいなもんだからね。命がけでしょ、それ。だから、だから外派が、いわゆる、まあ、うなぎ。はい、まあでもうなぎやな、両方いけるから面白い。嬉しそう。外をカンディルは完全に中派の人たちの危ないでしょうだからね、命かけてますからね。大です、うなぎがダメなら綿棒はどうですか。かわいい。すごい対案。質が落ちたら量で勝負、コスパいいですし、何より綿棒を穴にたくさん入れたら白ギグが咲いたようでおつらものです。いっぱい入れんのね。あげよう。ラジオネーム片口、うなぎ飛びやめね。いやだから分かってるんですよ、うん、危険かもしれないし、うん、世間体も気になるかもしれない。有吉さん、自分でも気づいてますよね、論点がずれてるということ。俺たちはロマンの話をしてるんですよ。すまんすまん、謝った。すまん、ちょっとだけどやっぱり世間体のこと言っちゃってんだな俺は。すまん。そうなんですか。ラジオのスカッチュ、有吉さん、うん、やばい、これ叱られてるな。なんすかなんすかなんすか。有吉さん、うなぎもダメ、瓶もダメ、うん、とおっしゃいますが、それ個人の自由ですよね。はっきり言わせてください。その発言セクハラです。いやーもう難しい世の中だわ。まあ、瓶ダメセクハラですか。いやそうやがいですね。そうじゃなかったけどね。いやだけど違う、俺だから同志として言ってんだけどな。いやお前らに言いたいのは、うなぎと瓶ってさ、古くねえかっつってんだ。じゃあ言い方変えよう。古くねえか、もっとあるだろうっていうこと。今世の中新しいいろんなもんが。俺なんてもうはっきり言ってもうちっちゃめのピラルクで遊んでっからね。上級者ですね坊ちゃん。そうっすか。瓶じゃなくて氷でも十分代用可能だし。
ピンはね、あ、氷はね、そういうことだから、うん、ラジオネーム、ビビン、うん、福島 FM、 ラップのジングルの時、有吉さん、アナルにドンフォギ入れさせろって言ってましたね、うん、なるほど、ドンフォギに比べれば瓶やうなぎは古いですよね。温故知新です。有吉さん、明日築地にドンフォギ仕入れに行きます。ドンフォギ売ってませんか。ドンフォギは念能力みたいなもんですから。ラジオのニヒヒウヒヒ、有吉さん、さっきから僕たちのロマンに苦言を呈していますが、有吉さんだって昔劇団ひとりさんとアナルにフィギュアを入れる遊びやってたでしょ。うなぎや瓶がダメなのになんでフィギュア OK。 ガラスでできたお人形な。カエルとかちっちゃいピエロとかのお人形をお尻に入れて出す遊びな。あれはあの出す手品だから。それで外派中派じゃないから。というのもありますね。はい。どうしようかな。だよね。いや、俺なんか久々になんか、はい、バシッと怒られてなんか、うん、目が覚めたっていうか、うん、なんかちょっと。世間寄りになりすぎてたなって。やっぱり自分の意見は間違ってても、世間が文句言おうとも、やっぱり自分の意見通すときは通さなきゃいけないなと思って、俺バーンと目覚めたから、久々にガーンと戦うって感じしたから、これにしよう。ラジオの片口さんの、うなぎと瓶やめね。いや、だから分かってるんですよ、危険かもしれない、世間でも気になるかもしれない。有吉さん、自分でも気づいてますよね、論点がずれてるということ。俺たちはロマンの話をしてるんだよ。その通りです。あ、これ最後だね。健康とかね、はい、安全とかそんな話ばっかりしてた、うん、そりゃロマンの話だわ、うん、海賊王になるっつって、いや危険だからやめなさい、危ないですよ、下品ですよっつって、そりゃルフィに失礼だもんね。それと一緒だわ。すいません、ラジオの片口さん、この人にあのマグカップという名の一つなぎの財宝差し上げます。おめでとうございます。おめでとうございます。